水菜を切ります。人参、水菜のサラダを作りますね。トースターで焼いた揚げです。パリパリして美味しいですよ。アボカドはタンパク質も食物繊維も取れるので1日半分ぐらい食べてくれた方がいいですね。味付けはかき醤油と わさび。ちょっと多めですけど。